はい。はい。はい。モザイクだよ。ブロッコリー美味しいです。ご飯です。ヘルシーなご飯です。最近ですね、まあ太ったんですよ。2年ぐらい前は
まあ、だいたい54キロぐらいだったんですけど、今、58キロになりました。4キロも太っちゃいました。特にこういった腹部ですね、とか、まあ全体についてるなって思うんですけど、で、食べ物も気をつけるようにします。これから、はい。こういったカット野菜とか、主に卵とか、タンパク質を主に取って、まあ、無理なダイエットはしたくないから、炭水化物ももちろん取りますけど、まあ、メインがこんな感じで、あと、この筋トレグッズ、ダンベル、はい。ですね、昔ダンベル体操って私やったことあるんですよ。確実に痩せました。まあ、毎日10分ぐらいこう振り回してたんですよね。そしたら筋肉がついたんですよ、ちょっとでも。だから体重が60、まあ結構65キロぐらいあったんですね。徐々に、はい、少しずつ減っていって、その時は若かったんですけど、はい、で58キロ今の体重ぐらいまで落ちました。はい、それはダンベルです。その昔流行ったんですよ、ダンベル体操って。その時は食べ物はあまり気にしてなかったんですけど、今回こういったちゃんと野菜類とか卵ですね、タンパク質は大事なので、ほどほどに食べ過ぎないように、やり過ぎないように頑張っていこうと思います。はい、ということで、今回簡単に家でも体を鍛えるということができます筋トレ器具をご紹介しました。誰かの参考になりましたら、チャンネル登録、評価、コメントお待ちしております。皆さんもどうですか？それではまた次回の動画でお会いしましょう。